新潟交通は今日、路線バスの料金の値上げを国交省に申請しました。認可されれば今年9月から全区間で値上げとなります。新潟交通によりますと、運賃の変更を申請したのは路線バスの全区間で、主要区間では30円から60円の値上げとなっています。また初乗りは10円、均一区間は50円の値上げとなります。申請の理由について新潟交通は、燃料費の高騰や深刻な運転士不足に対応するため人件費の増加などを挙げていて、厳しい経済情勢の中、より一層のご負担となり誠に申し訳ありませんとしています。認可が下りれば今年9月1日から値上げされます。